こんにちは、サドラです。今回は皆様にご報告があり動画を撮らせていただいております。早速本題についてお話をしていくんですが、この度サードラチャンネルにてメンバーシップを開始させていただこうかなと思います。で、今回メンバーシップを始めることによって、今まで行っていたクエスト配布会であったり、まあ参加型のライブ配信ですねっていうのに関しても少し影響がありますので、メンバーシップの詳細についてお話をしていくんですが、まず金額ですね。金額に関しては今回は490円で設定をさせていただいております。で、続きまして特典ですね。特典に関しては今回4つ特典を準備させていただいておりまして、まず1つ目がチャンネル名の横につくバッジの提供ですね。こちらをさせていただければなと思います。で、今一覧をお見せしているかなと思うんですが、まあ1ヶ月目からバッジを準備させていただいてまして、最終的に1年間ですね、12ヶ月継続された方は僕の分身であるサードラくんがサードラゴンに進化するっていう感じのバッジで今回作らせていただきました。で、こちらに関してはもちろんなんですが、メンバーシップに入っていただいた方の意見を聞きながら、何か希望があれば1年以上のものも追加したりとか、まあ他にも細々した調整っていうのはできればなと思っております。一旦初期段階はこちらのバッジで提供をさせていただきます。で、続きまして特典2つ目なんですが、2つ目はライブ配信中などに使えるスタンプですね。こちらを作らせていただきました。で、こちらも今一覧をお見せしているかなと思うんですが、これも僕の分身であるサードラくんがついているスタンプですね。これを、準備させていただきまして、バッジに関してはメンバーシップの人数がある程度増えないとこれ以上ちょっと数を増やすことができなさそうだったので、これもメンバーシップの人数が増えていくごとにバッジも新しいものを追加していけたらなと思っております。っていうのが特典2つ目ですね。で、続きまして特典3つ目、ここが配布会とかにもちょっと関わってくるものになるんですが、メンバーシップ限定のライブ配信を行わせていただこうかなと思っております。で、頻度に関しては最初は月1で考えているんですが、需要が多ければ月2とか月3とかですね。特にアップデートが入った後とかは需要があるかなと思いますので、まあそちらに関しては回数をメンバーの方と相談しながら調整しようかなとも思っているんですが、メンバーシップ限定のライブ配信をさせていただきます。で、そこのライブ配信で何をするかっていうと、今まで通常のライブ配信でやっていたようなクエスト配布会であったり参加型ですねっていうのをメンバーシップ限定でやらせていただければなと思っております。で、ここで注意していただきたいのが、今後メンバーシップ限定のみでしか配布会をしないというわけではなくて、今までのメンバーシップじゃない方も参加できる配布会も残しながら追加でメンバーシップ用のライブ配信をするっていう感じで認識をしていただければなと思います。っていうのが一応理由として、最近まあありがたいことにライブ配信に参加してくださる方が増えていて、多い時は同節で数百人とかですね、ありがたいことに接続いただいていて、どうしても1人1クエストお渡しするとかぐらいしかできないっていうのと、今回第4弾アップデートからさらに入手確率が 100% じゃなくなってしまったことによって、まあ配布会自体がかなり大変な作業になってしまっているんですよね。っていう兼ね合いで、どうしても思うようにクエストをお渡しすることができなかったり、その分で時間が削られてしまって参加型ができないとかっていう感じになってしまいがちだったので、そこをメンバーシップ限定で配信をさせていただくことで、本当にクエストが欲しい方に関しては、そこではさすがに多分同節が数十人とかになるはずなので、より多くのクエストですねをお渡しすることができるかなっていうふうに思っていたりとか、特にアップデート後ですねっていうのはちょっともう収集がつかないレベルになってしまっていたので、そのあたりをちょっとメンバーシップの方に先にお渡しをして、その後に全体に渡すとかって感じにするとちょっとスムーズに進むかなっていうことで、今回はメンバーシップ限定のライブ配信をさせていただければなっていうふうに思っております。で、他にも一応参加していただいた方に関してはギルドカードのお渡しであったり、その他の特典に関しても随時希望があれば追加していこうかなと思っておりますので、こちらが3つ目の特典ですね。メンバーシップ限定のライブ配信をやらせていただきます。で、最後に4つ目ですね。4つ目は今回メンバーシップの方限定のディスコードサーバーを作らせていただこうと思っております。で、このディスコードサーバーについては何に使うかというと、まあ、基本的には雑談ですね。モンスターハンター関係あっても関係なくてもいいんですけど、基本的に雑談の場として使っていただいていいですし、あとは例えば現状だと、まあ、こんな感じで入手したばかりのクエストですねっていうのは
どうしてもやっぱりライブ配信をするまでお渡しする機会がなかったりとか、結構そこまでに入手してから期間が空いてしまいがちだったんですが、こういったレアクエストっていうのを入手した時の報告とかをディスコードでさせていただいて、その場でディスコードグループで欲しい人がいればその人たちで集まってみんなでクエストやったりとかっていう感じで、ワイワイモンスターハンター遊ぶ場として運用もできればなと思ってます。あとは結構ありがたいことに僕のチャンネルガチ勢の方とか見ている方も結構多いので、装備の相談とかスキル構成の相談とかをした時に、まあもちろん僕も返答できるときは返答するんですが、それ以外の方に関してもこのスキルがいいんじゃないみたいな感じで、まあコミュニケーション取っていただく場としても使っていただければなっていうふうに思っております。僕の中で一番楽しみなのはこんな感じでレアクエ引いたときに、レアクエ出ましたみたいな感じで、このクエストやりましょうみたいな感じで皆さんとマルチできるのが一番楽しみかなと思っておりますので、そういったのに使いたいということで今回ディスコードサーバーを作らせていただくっていうのが4つ目の特典ですね。でこの3つ目のライブ配信と4つ目のディスコードサーバーに関してはメンバーシップ登録された方しか見れないコミュニティにて、参加方法であったり参加用のリンクっていうのを送らせていただければなと思っておりますので、ぜひ皆さんとモンスターハンターで遊べればなと思っております。で今後に関しては、まあ、モンスターハンターサンブレイクが終わってしまって、アップデートが終わった後もモンスターハンターを遊ぶ場としてですね、まあ、提供していくっていうのもいいですし、まあ、今後モンハンに関しては新作が出てくると思いますので、そういった時にも特典を追加したりとか変更しながら満足いただけるようなメンバーシップの内容を継続していければなと思っておりますので、ぜひご興味持っていただいた方は参加お待ちしております。で最後に、今メンバーシップ加入していただいた方でも僕がどのクエストを手持ちとして持っているのかっていうのを把握しないと、まあ、参加型ちょっと参加しづらかったりとか、まあ、ディスコードでもこれ欲しいとかそういった会話にもしづらいかなと思いますので、最後一応一覧を流しておきます。ご視聴ありがとうございました。これからもサンブレイクの動画を上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ。